はい皆さんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです今日は私が最近買って良かったもの3つ話したいと思いますはい、えー、最近買って良かったもの私はあんまり自分のものは買わないんですねこの服も普通は中古、ね、古い服着てるしうん本当にあんまりものは買わない 感じまあ、カメラとかマイクとかそれはね買うけどまあでも最近なんかまあキッチン関係で、えー、2つね新しいものを買いましたこれは本当に買ってよかったですで1つはあのコーヒーミルですねえミルかなウーってコーヒーの豆を粉にパウダーにする機械ね 私はコーヒーが好きなのでやっぱり家であの美味しい豆で美味しいコーヒーを作って飲むことができるのはこれはね本当いいですね <laughs> あの毎朝美味しいコーヒーを飲んでますでこれは本当おすすめで昔はまずいインスタントコーヒーとか飲んでいたんだけど やっぱりねあの結構もうまずいってことが分かってしまったのでいろいろカフェとか、えー、行ったりして美味しいコーヒーを飲んだらあやっぱり家のね自分のコーヒーってまずいんだって気がついてでそれで、えー、新しくコーヒーミルと、えー、豆を買って今コーヒーを作ってます。 で今度はねあのコーヒーの, How do you say? あのフィルターとそのフィルターのカップこれもちゃんとあのいいカップを買いたいと思います、うん、ちゃんとコーヒーが美味しく作れるようなフィルターですねはい次はそれが欲しいですでもう一つキッチンで買ってよかったものはエアフライヤー ですあの今まで私はエアフライヤーは持ってなかったんですけど彼氏が欲しいって言って一緒に買いましたでやっぱり便利ですねあのそして美味しくなる唐揚げとかねポテトとか、うん、チキンとか作る時にエアフライヤーにボンって入れて作ると本当に油が少なくて 料理できるしあの唐揚げをね、えー、エアフライヤーに入れると油がたくさん出てくるしあとは、まあ、レンジを使うとちょっとウェットな濡れてる感じになるけどエアフライヤーだったらカリカリあの周りが硬くなるだから美味しい、うん、ですごく簡単ですねもう入れてスイッチ押すだけなので すごく便利だからこれも買って本当に良かったですよく使ってますうんであんまりねでも本当に私は物は買わないタイプあの私の節約の方法のビデオを前作ったんですけどよかったらそれをまた見てくださいあとミニマリストのビデオもそうですねあんまり ものは少ないと持ってないと思います。うん、最後三つ目ね、買ってよかったものはあのまあスマホですね。<laughs> あのこれはの iPhone の iPhone11 の Pro でまあこれでも今 iPhone13 とか出てるからまあ三年前くらいのスマホです。それでも本当に便利。 最近私の前のスマホが壊れてその前のスマホは iPhone7 を使っていたんですね本当にめっちゃ前のスマホででその前は SE とかむっちゃ古いのを使っててやっぱりこう YouTube とかインスタとかのまあ仕事をしているとやっぱり綺麗な写真撮りたいですよね。 それにあとは動画編集もスマホで動画も作りたいし、うん、で動画をアップロードするのも古いスマホではとても大変でした、うん、だから今はねこの新しいスマホですごくねあのストレスがなくなりましたね、うん、あとはバッテリーが長く持つからこれもとても助かります うん、やっぱりテクノロジーはお金を使った方がいいなって思いましたね本当に。うに、んまあとは病気ですねあの私この一番前の歯これはセラミックなんです、はいまあ、小学生の時に走っててこけて前の歯を折ったんですね折れたんです でそれでまあ最初はあの保険インシュランス保険で、えー、買うことができる刃をつけていたんですけどもうすぐね色が黄色くなるしすぐ折れるからもう困っていたんですねでまあ4年くらい前にセラミックにして多分まあ普通に見えると思いますうん。 やっぱりねあの歯はねね大切にしたいですよ、ね、だからこれもあのちょっと高かったけど、えー、セラミックにして良かったと思ってますだからやっぱり、まあ、お金を使いたいのは、えー、絶対テクノロジーこれは仕事のためそして、まあ、病院ですねこれは健康のためあとは食事 これは健康と楽しみのためですね。はい、この3つはね、お金を使いたいなって最近思ってます。まあ、でも私は結構ね、家がお金持ちじゃ全然なくて、本当にお金がない家だったので、本当にね、もう最近まではお金を使うことがすごく自分の中で難しかった。 いいつも安いも安のを買っって使ってで、まあ、リンスとかシャンプーも安いの使ってみたいな性格でしたでも最近一人暮らしをして、えー、病院と、えー、食べ物とテクノロジーのお金は必要だなって思いましたはい皆さんは最近買って良かったものは何ですか よかったらコメントで教えてください。はい。じゃあ今日はこんな感じですね。いつも聞いてくれてありがとうございます。よかったらレビューを書いてください。よろしくお願いします。えー、パトレオンでもサポートしてくれると嬉しいです。じゃあまた明日も聞いてください。たくさんのお願いがあってすいません。じゃあまた明日。バイバイ。